頑張れ。痛くない。痛くない。オッケー。うわ。3番。豆。豆。先祖ちゃうそれ。いけた？パパ、パパがね、心の中で応援してたら。ね。うん。小春一気に飲めるよ。小春ちゃん。ん？今日どうしたの？しんどい。小春ちゃん、昨日の夜から、ちょっと咳と鼻水が、ちょっといっぱい出だして、で、今、病院に行ってきて、帰ってきたんですけど、一応先生はそんなにしんどくはなってないよって言ってくれたんですけど、今日はこのお薬を飲んで、一日ゆっくり休みたいと思います。咳が一回出るとね、結構5本5本ずっと出ちゃうのね。今から行ったらね、ちょっと体育の授業があるから、この薬だけど、小春ちゃんいけそう？ね、3回飲まないとあかんから。あれ、丸い薬だったらいいけど。丸い薬だったらいいけどね。けど何の粉なんだ。今日、大丈夫そうそう。今日はね、一日ちょっとゆっくりして、明日からね、学校に行けるように、お休み嫌だけどね、初めてお休みします。今日はあったかくして寝るよ。休憩するよ。どうする？それ、お薬とりあえず、朝昼晩じゃないね。朝と夕方と寝る前に飲むから、薬どうする？溶かして飲んでみる？それか。溶かして飲む。ほんなここに入れて。もうちょっとだけ普通で飲んで。あ、疲れたら、飲み物がないかわかんないじゃん。やだなぁ。しっかり混ぜるよ。しっかり混ぜる。ここに少しだけ入れようか。え、少し？なんでもうちょっとだけ多く入れて。多く？もうちょっとだけ。はい。で、これで。うわ、見た目がやだわ。見た目やだ。ちょっと混ぜて。はい。はい。頑張れ。痛くない。痛くない。オッケー。うわ、リンゴジュースのポカリみたい。はい。スプーン持ってきます。もうね、これ、ちょっとずついったらまずいから。もうちょっと入れて。マシになった？頑張れ、一気に。ごく飲むまずい。いや、頑張れ、もうごくごく飲むしかない。やだ、ファオクの方。ファオクの方しっかり混ぜる。頑張れ。じゃあ一気に一気に。もう一気に。いけた？はい、はい、はい。おいしい。これをね、何日飲むんだろう、これは。10日間。少し収まっても飲んどかないとダメだよ。でも今ね、お咳が出たらさ、ちょっと学校へ行きにくいから、咳めちゃくちゃ出るから。で、鼻水もめっちゃ出るしね。残念だけど今日はお休みです。ちょっとプリン食べる。プリンは食べれてよかったね。でも1日3回お薬です。じゃあ1日3回プリンないです。病院どうやった？行ってきたんやろ、午前中に。どうやった？風邪ですわってなんて言われたの？先生何もやってくれんかった。あ、なんか喉がね、やっぱ鼻水から咳が出てるんだけど、それがちょっと絡んできて、ちょっと咳がこじらしてるらしいよ。じゃあ鼻水始まりってこと？多分。いや、今は鼻水のお薬と、
咳止めともらって、うん、であと夜は体に貼る咳止めもらって、あ、そんなあるんですか、うん、でもしかしたらこのまま風邪ひいて熱が出るかもしれないから熱下げる薬ももらってきた。うん、で一回薬さっき飲んだんだけどちょっとマシになってる気がするんやけど、ゴホゴホがすごい多かったから朝は。朝熱なかった？うん、何倍やった？6度台7度とか乗っちゃってる。368、そう、2回測って、うん、370が1回目で368が2回目、うんうん、まあでも370やったら多分まだ学校行ける感じかな、うん、学校は375まで、うんうんうん、5までは OK になってて、まあ、明らかに咳は出ちゃってるからな、うん、小春のこともあるけど、そうそう、小春が原因で周りの子が移っちゃっても大変ですね。うん、今日はゆっくりお休みするのが君の役目だよ。食欲はありそう？あんまりない？うん、うん、あんまりない、うん、じゃあそのうどんも少なめやけど、うん、無理せずに。そう、うん、引き込んでる時にな、無理やり食べたら、もし足りんかったらまた食べたらいいし、うん、ゆっくりして、うん、ゼリーとかね、クリームとかね、買ってきたらね、アイスとか風邪薬の粉あ、粉食らった、これ丸いやつの方がいい。まあね、まあ、小学1年生だから薬も頑張って。ご飯のね、なんかシロップみたいなやつ一番さ、あ、そうなんや。3番豆ね、先祖ちゃうそれ。食べれるだけ食べてください。風邪の時はね、あんまり無理して食べてもよくない。症状とかもさ、自分で言えるやろ、きっと。何それ？あー、熱出てきたよとか、ちょっと今しんどくないけど、ちょっとしんどなってきたとか、うん、気持ち悪いとかなってきたらママに早めに言ってね、うん、もう赤ちゃんじゃないからさ、自分でわかるでしょ、うん、気持ち悪いとか言ってくれたら対応するから、なんかまあゆっくり食べてください。小春ちゃんが久しぶりにお昼寝をしちゃいました。おやすみなさい。早く元気になってね。晩ご飯も食べ終わるけど気持ち悪くない？うん、よく食べれたね。もうパパちょっと出ないかんだけど、小春ちゃん薬頑張ってな。パパにいいとこ見せとく？けどな、最初はないけるけど最後らへんこなまだってない。めちゃくちゃ時間かかんねん。応援してる。どこで？どこかで。ちょっといろいろ回るから、どこかで応援してる。聞こえてるかな？いや、そんな声張らへんで。心の中でね、頑張れ頑張るって思ってる。叫んでないから。叫びながらお仕事してないから。もう今日はゆっくりします。してください。温かくして水分をいっぱい取って、鼻もよく噛んで、うん、ゆっくりしてね。うん、ね、ポカリを飲んでるんだよね、今。ポカリとポカリと薬まだ一人で。はい、大丈夫、そんな映ってないから。一人めちゃ元気や。もう学校の先生も宿題は元気になってからでいいよって言ってくれたから、とりあえずゆっくり休むのが君の仕事だ今。じゃあね、パパ行ってくるから。やかましな君は。じゃあね。パパがね、心の中で応援してたら、ね、うん、おはる一気に飲めるよ。めっちゃいいこと言うやん。あの BGM つかないやん。パパの声が聞こえてたかどうか、ママ動画撮ってる。ウォン、はい、じゃあね。じゃあパパを応援してね。じゃね。ちょっと薬飲もうか。じゃあ小春一気に飲もう。応援してる。
してるからですか。してる。してる。じゃあ聞こえてる。聞こえてる？パパ応援してくれてるわ。じゃあ一気に飲もう。頑張れ。これそう。よし。じゃあちょっとさ、これレモンの味する。うん。スーパー。頑張れ。ごく全部一気に飲んでみよう。まだ終わってる。頑張れ。頑張れ。いいよ。せーので。パパが応援してくれたから。うわ。一気になった。はい、頑張れ。はあ、硬い。頑張れ、頑張れ。開けて。どうですか。あー、美味しい。パパ応援してくれてた。うん。おお、よかった。あ、見て、太一も飽きました。太一も飽きました。じゃあ太一は何もしないのに食べてんのやろ。これさん、お疲れ様。お疲れ様。まだまだ飲まなあかんけどな。これただいま。ただ。パパの心の声届いた。よかった。ちゃんと飲めたってことやな。2回飲んだよ。で、何ですか。なんか貼ったら咳が出なくなるお薬のテープ。ちっちゃ。これをここに貼るだけやから。おっぱい？おっぱいじゃない。鎖骨らへん。そうそう。どこでもいいね。胸か背中でもいいねけどね。へえ。で、ちょっとお薬はね、まだ10日間ぐらい飲まなあかんって言ってたから。10日間。続きますよ。長くね。じゃあ明日から、明日からちゃうな、もう今日からやな。薬生活ちょっと頑張って、ちゃんと治そう。今鼻と喉だけで済んでるからさ。うん。それもなんかちょっと収まってきた感じ。うん。そのこの段階で食い止めちゃおう、ちゃんと。な、熱出たらしんどいしな。横春。うん。明日元気に学校行けるように。ゆっくり寝てください。じゃあ、おやすみなさい。おやすみなさい。え、ブーン。おやすみなさい。行こうか。じゃあね。はい。大丈夫、寝てよ。はい。じゃあね。